はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ、心強い記事です。ついに来たかというニュースです。はい、中国市民が街頭で、中国共産党を退陣せよというね、横断幕を掲げ始めました。すごいね、ついにね、中国人が動き始めましたよ。はい、ついにね、あの、心正しい中国人が、やはり中国が悪くなっているのは中国共産党のせいであると、中国共産党を退陣せよという声が上がり始めました。やっとだね、ついにだね、ついに来ましたよね。確か7月くらいでした。 アメリカのポンペオ国務長官が、うん、中国人に向けてのスピーチをしましたよね、はい、中国がおかしくなっているのは中国人が悪いわけではないと中国共産党がおかしいせいだ、はい、だから中国人よ、はい、心正しき、ね、中国人よ今こそ立ち上がって中国共産党を中国人自らの手で倒すんだそういうスピーチをしましたよねそのスピーチに答える人がついに出てきたそんなニュースなんです 心強いね。やっと中国動き始めたね。やっともしかしてね、近い将来中国人とね、まあ、中国の方々と仲良くすることができる機会がやってくるんでしょうか。ちょっと希望を感じてしまいましたので動画を作りました。ただね、ちょっと心配なのが、今の中国の状況で、ね、市内でこんな中国共産党よ退陣せよなんていうね、横断幕を掲げてしまったら、その掲げてしまった人というのはどうなってしまうんでしょうか。ちょっとまずいよね。これまずいよね。もうワンチャン逮捕されて、もう永遠に強制労働とかね。 死刑とかね、死刑はないのかなうん。で、なんか、逮捕拘束されて、結局、行方不明、消息を絶ってしまうとかね。そういうことがね、あり得る国じゃないですか、あの国って。そこだけが心配。だからね、なんとか逃げ切ってほしいなと思ってます。で、ちなみにね、数ヶ月前に、ちょっとこれ、覚えてる人いますかね数ヶ月前に、あの、中国のね、中で、中国共産党の退陣を呼びかけた大学生がいたんですよ。 大学生がいたの。ね。正しい心を持つ中国人の大学生がいたんです。これが中国国内で、習近平退陣せよと、はい、中国共産党退陣せよっていうのを呼びかける動画をね、SNS にアップしたんですよ。そしたらね、拘束されました。拘束されたんで、これ数ヶ月前の出来事です。これ名前忘れちゃったけど、ちょっとこの記事読んでこう,こう。この人のね、二の間にならないかどうかだけがね、すっごい心配なんだよね。すっごい心配。この張さんという方かな。 これ習近平、共産党退陣というね、これ SNS にアップしただけで、はい。すぐ、騒動挑発の罪で、えー、拘束をされたと。もしかすると私は共産党滅亡の日をこの目で見るかどうかもわからないという状況。はい。 でこれね、これね、この時ね、まだ安倍さんが総理大臣やっていて、え、国会前でね、安倍独裁政権とかなんかいろいろ言ってたんだけれども、はい。これ、安倍やめろと国会前で騒ぐパイクの方々よ。これが本当の独裁政権なんですよ、と。批判をしたら逮捕して拘束して、下手をしたらそのまま消息不明になってしまう。こんな状況の中国が、こそが独裁政権なんだよ、というようなこうツイッターがあったんだけれども、うん。この人今どうなったのかなちょっとわからないんだけどね、無事でいてほしいよね、うん。だからね、今回、この声を上げた市民の方、この人は肖さんという方らしいですね。あの春史、肖俊 でこの人、声を上げたんだけれども、今後ね、逮捕される可能性もあるんだよね、なんとか無事でいてほしいよね、こういう勇気ある中国人をクマさんたちは守りたいよね、なんもできないんだけどね。 守りたいよね。せめて動画で応援をしたいと思います。はい。というわけで今回何があったんでしょうかいきますね。中国市民が街頭で中国共産党退陣を求める横断幕を掲げた。素晴らしいね。えー、人権活動家の諸春氏はこのほど街頭で横断幕を掲げ、中国共産党以下中共の退陣中共が中国人を迫害者責任の追及及び民主的な立憲政権への交代を求めた。こんなのは当たり前のことだよね。 素晴らしい活動だよね。えー、人権活動家の荘俊氏は、大紀元のインタビューに対し、10月18日の、えー、午前10時から12時までの間、甘イ大学の門前で、えー、横断幕を掲げたと述べましたと。はい。荘氏は、えー、中共による厳しい弾圧の中であっても、恐れずに立ち上がるのは一市民としての義務であり、中国が一党独裁を終わらせ、台湾のような民主と法治国家になることを望んでいるからだと訴えた。いやー、素晴らしい考え方だよね。できればね、もうね、台湾にね、中国を統一してほしいな、とか。 思っちゃいますよね。なんかね。うん。でえ、同志はまた、私たちはもともと自分たちに与えられた持つべき権利を追求しているだけだ。憲法第2条は全ての権利は国民に帰属し、国民は政府の監視役であると規定しているとし、該当に出ることは憲法で規定された国民の合法的な権利であると主張した、はい。私たちの国民と納税者、私たち国民と納税者は政府を支えるためにお金を払っている。政府は本来国民に奉仕するべきである。しかし政府は本末、ま、今の政府は本末転倒だ。 私たたた。ちち国民は正義のために立ち上がららなななければならないと訴えたこんなね普通のことをね言っただけだよこの日本だとねこの普通のことにはこんな主張するのねこういう普通のね最もな主張をしただけで中国というのは逮捕されてしまうんですとんでもない国だよね いや、同志はさらに、中共の大臣を要求するだけではなく、その責任も追及するとし、中共が行ってきた数々の悪行を挙げた。毎日、何十万人もの人々が、北京で生願し、その一部は、最高裁や最高検察庁や、国家新聞局の前で野宿している。10年、20年と生願し続けている人もいるが、未だにその冤罪は晴らされていない。少子はまた、私たちは以前、中共に洗脳され、その飾り立て、飾り立てた言葉に騙されて、盲目的になっていたが、今ではもう完全に覚醒し これ、ポンペオさんの、ポンペオさんのあの、ね、スピーチで覚醒したんでしょうかうん、うん。でえ、共産党が権力を握ったこの何十年もの間、冤罪を作り出し、腐敗や規律違反をしたのは、すべて共産党員だ。これらの事実から、もはやこの党は日本を統治する能力がないことを示しているとし、だから共産党の退陣を要求すると述べた。はい。これ、アメリカ、この賞賛守ってあげてくんないかなこういう人がね、またね、逮捕監禁されてね、消息不明とかになったらね、声を上げる人がいなくなってしまうんだよね。 なんとかトランプさん助けてあげられないかな、この人な、えー。身の安全の問題については、少子は心の準備はできている、私は恐れないと語った、はい、こういう普通の、ね、人権、普通の人権感覚に基づいて話をすると、何らかの心の準備をしなきゃいけないんです。何の準備でしょうか、これ、多分逮捕・拘束される準備だよね。 もう切ないよね。え、春氏は四川省達州市の出身で、かつては深川で労働葬儀相談窓口を開設し、市民の代理人として深川の出稼ぎ労働者の権利擁護を支援していた。しかし、そのため、当局からの自由制限や強盗、暴行などを含む様々な嫌がらせを受け、現体制に反対するようになった。すごいね、当局からの強盗とか書いてますよ。 自由制限まではまあギリ、まあ、わ,わかんないけど、わかんないけど、まあ言葉としてはわかるとしても、当局から強盗されているそうです。当局から暴行されているそうです。当局というのは、何のことでしょうか、はい、中国共産党のことです。いや、まあ、とんでもないね。 それでも、それでも、現体制に反対するんだよ、この翔さんというのは。これはね、民主主義国家として大事にしなきゃいけない人なんじゃないのかな。うん。で、翔氏は、2008年7月に他の人権活動家の釈放を求め、抗議活動をしたため、懲役4年を言い渡された。はい、これ、ね、実際ね、4年間服役してたみたいですよ。刑務所では週6日、1日10時間以上の奴隷労働を強いられた。月に2位から20元、約31円から315円しか報酬が与えられなかったこと。また、受刑者が労働中に適切 レスナ保護を受けられなかったため、結核などの病気にかかってしまったことなどを明らかにしたっていうような記事なんですよ。なんとかね、これね、日本でもね、アメリカでもいいよこの張さんのね、えー、このなんだろうな身柄をね、どうにかこう上手に確保してこう安全を図ってあげてくれないかな。中国今の中国にとってね、こういう書っていうのはすごい貴重なはずなんだよね。この張さんのこの活動がね、にね続けっていう形でね、中国人にはね、もう立ち上がってほしいなと思います。でね、このね、さっき言ったね、このね数ヶ月前にね、同じような呼びかけをした大学生どうなったのかわかりません。わかりません。 がこの時のねこの捕この逮捕、この身拘束されてしまったということに対して、日本人がどういう感覚を持っていたのかというのをちょっと読んでいきたいなと思います。はい、あの中国人のね、心ある中国人の皆さん、日本は応援しています、中国共産党を倒せという、ね、感覚は、世界基準で見て正しい感覚だと思います、本当、正しいんですよ、君たちは正しいの。 正しいんです。だから、頑張ってください。頑張ってください。ここを読めばね、えっ、ー、と、日本人たちがいたい、君たちに対してどういう感想を持っているかわかると思います。いきますね。習近平、明日またここに来てください。本当の独裁をお見せしますよっていうね、これ、あの、パヨクの人たちはこれを見ろ。本当に。安倍政権に対して独裁的だとか言ってる前に、もう本当の独裁政権がお隣にあるんだから。はい。日本は平和ですね。仕事をしない国会議員をたくさん養っているし、確かに。拘束され、知人や親近者と、近親者と連絡が取れなくなり、そして消息不明に。はい。 健康体であるなら近い将来臓器売買の商品となるかも、はい、そんな心配をしなきゃいけないような国なんですよなんてかわいそうなんだよねで共産党員が監視する中かつてのナチスみたいですねほんとそうだよでそのうち中国本土全体でデモが発生しそうそう中国本土全体でデモ発生してほしいよね人民解放軍出てくるから死人とか出るのかなそれはちょっと嫌だよねもうとにかくねもう平和的に解決する方法がないんだよね中国って最低だよね で中国の特攻隊を見る思いだ。貴念の犠牲は無駄にはならぬ。いやー、犠牲、おっしゃる通り。もう中国の特攻隊を見る思いですよ。うん、ただね、犠牲と言ってほしくないな。まだね、助かっていると信じたい。はい。もう遅い。なのかなえ、まあまあまあ、中国共産党。まや、でももう遅いなんて言ってたら永遠に変わりませんから。やっぱりね、翔さんとか蝶さんみたいなね、こういう活動家をね、日本というのは支援したいと思います。はい。で、これを言うなら、アメリカに渡って言わないと、まあ確かにね、アメリカが立ち上がってくれたら実際に見るでも、アメリカは今立ち上がってるよね。この蝶さんのこの時の活動がアメリカが立ち上がる理 価値はあったんですよ彼の行動には 生きていてほしいね。で、中国人は彼の勇気を無駄にしないでほしい。一人一人の中国人を見ると善良な人も多いし、本当そうだよね。うん。で、良い国になる要素はあるにもかかわらず、中国共産党によって、え、多くの意味で犠牲になっている人が多い。はい。今回の調査ももしかしたら調査も犠牲になってしまうかもしれません。はい。え、下手するとこの大学生は国家転覆罪とかに問われ、死刑判決を受ける恐れがありますね。日本で、安倍独裁だとか騒いでいる方々、拘束されたことがありますか身の危険を感じたことがありますか日本は自由で良かったですね。あ、もう本当にそうだよね。もう,もう パヨクはね、中国に当たって同じようなことを言ってみろってんだうの。うん。で、共産党はに世界の激流に触れたことに気づいているんだろうか。はい。これ数ヶ月前だけれども。はい。もうね、共産党も世界の激流に触れたことは気づいていると思います。今、中国包囲もね、狭まってきてますからね。はい。C さんにぜひ救出してほしいですね。はい。日本共産党の C さんにね、はい。<laughs> 日本共産党として声明を出すとか交渉するとか、救出してほしいけど、日本共産党動きませんでした。はい。ただ、パヨクはこんなニュースを見て見ぬふり。そうなんだよね。そうなんですよ。 これね、本当見て見ぬふりのテレビのワイドショーとかで大きく取り上げることとか全然ないんですよね。これを取り上げちゃうと日本人の感覚としてえ中国共産党なんてひどい政党だって言わなきゃいけないからね。で、それを言っちゃう、言いたくないんだよね、日本のマスコミってね。嫌な、嫌で、嫌ですね。本当ね。はい。世界一の監視国家である中国を本気で変える気持ちがあるんであれば、一部の人民解放軍を味方にして内紛を起こすしか方法はないそうだね。確かにね、こう内戦しかないのかもしれない。熊さんもね、何ヶ月か前の動画で同じこと言いました。今でもその気持ち変わってません。はい。それから中共がえ世界の派遣を取りに来 来た時がチャンスかななぜなら白人は絶対に有色人数が覇権を取ることを許さないと思うから <laughs> ある意味、ある意味このトランプさんのね、トランプさんとかのね、この差別意識を利用するというね、あいやいや、いいと思いますよ、あのこういうね、あの虎視眈々とね、なんかで、ね、漁夫の利を狙う的なね考え方、僕、熊さん的には僕大事だと思いますよ、本当にね。あのあのの国国政なんだろううね、あの国政というか。 世界に出ていくときはね、そのくらいちょっとこずるくね、こずるくね、考えないといけないときはあると思うんで。はい。残念だけど、今の日本に助ける力はないです。確かにな。で、命をかけて動画、命をかけて動画アップ。えー、日本の反権力を叫ぶやからと、運転の空ね。いや、本当にそうだと思うわ。くまさんも動画を毎日のようにアップしてるじゃないですか。でもね、命なんかかけれてないんですよ。うん。だってもう VTuber ですから、VTuber ですから、顔出してないんだから。うん。もう何も命かけてないよ。これはさんと比べたらね、もうね、もうなん、もう本当に月とすっぽんという言葉がね。<laughs> 月とすっぽんという言葉がね。ね 正しいよね。こうやってね、熊さんも勇ましいことを言ってるけど、顔を出してないんだよ。お前、蝶さんのね、この勇気と比べるとね、もうね、もう恥ずかしいわ。<laughs> 本当に。うん。本当、独裁とはまさにこれですよね。え国会前で騒いでも何も起こらないのはありがたく思えとか思ってしまいます。確かに。安倍独裁とか言ってるでしょ。これが本当の独裁ですよ。独裁の見本だから、よく見て覚えてね。はい。もうこれを見たらね、あの、安倍さんとかね、あの、菅さんのことをね、独裁とかね、言えなくなると思うんだけどね。どうなんだろうね。あ命がけ。中国では本当のことが言えない。本当そうだよ。以前よく目にした安倍首相 ヒトラーに例えるのを目にしなくなったヒトラーが、えー、国家社会主義ドイツ労働党ナチスにいたと知れてから、えー、左の皆様に都合が悪くなったようです、確かに、はい、この手の批判は左悪しかしないということです、はい、というような感じでねのどうです、張さん、張さん、あと翔さん、はい、日本人はあの正しい心を持つ、ね、普通の日本人はあなたたちの行動を心から応援します心から応援します。 中国共産党っていうのは、もう中国人に対してもひどいことをやっています。それだけではなくてね、もう世界中に迷惑をかけているんです。で、この形としてはね、もう他国が中国に攻め込んで、こう中国共産党を倒すというよりは、中国人自らの手で、中国共産党を退陣させて、新しいね、こう世界と仲良くできるような政権を立ててほしい。そうなったら初めてね、中国っていうのは、もうもともと国力は高いですし、人数も多い国だから、本当の超大国、アメリカを抜いた超大国になると思いますよ。 本本当に本当にに中国共産党だと敵を増やすだけだから、中国人のね自らの手で中国共産党を倒して、そしてね世界と仲良くできる政権を立てれば、本当にねアジア人の、このアジアの国の一国、中国という国がアメリカを抜いて、本当の超大国ナンバーワンの国になるような気はしてますよ。 うん、ある意味ね、同じアジア人としてはね、そういうのをね、見てみたい気もしています、見てみたい気もしています。ぜひ、うん、中国人の方には頑張ってほしいと思いまして、今回の動画を作成しました。はい、こんな感じでね、こういうね、心正しき中国人というのはやっぱりいるんですよ。 いるんですようん。で、こういうね、人のね、こう、記事がね、目にしたらね、どん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 今後も動画にしていきたいなと思っていますので、はい。これえー、熊さんのチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでね、えー、熊さんの動画終わりたいと思います。はい。シューさんで、翔さんでいいのかな翔さんでいいのかな名前間違えていたらごめんなさいね。熊さん、あんまり学が、学がないのでね。あまり、よく間違えるんだけれども、はい。翔さんね、翔さんね、あの、今後も頑張って活動してください。ただね、あの、本当に気をつけてください。気をつけてください。もうね、危ないと思ったらね、アメリカでも日本でも逃げてください。逃げてください。きっとね、守ってくれるよ。守ってくれるよ。 うん、だってあなたた、あなたたちのような、ね、中国人を守ら,ず守らないとね、もう変な、ね、共産中国共産党の,、ね、の党員みたいな中国人ばっかりいてもしょうがないんだから、やっぱりね、世界で、ね、力を合わせて、ね、この翔さんであるとか、張さんのような、ね、中国人を守って応援していきましょうね。うん、というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイイ